稲妻イレブン。おっと、今回もあの始まりじゃない。第何章五元寺天国からのメッセージみたいなあの始まりじゃない。おい、あいつはまだ来ないのか。これも誰かの夢かな。くそ、あいつがいないと帝国には勝てないぜ。まさか逃げたんじゃ。誰の話。でもあいつに限ってそんなはず。木戸川清舟、試合の時、豪炎寺か。豪炎寺の話か。豪炎寺の木戸川清舟時代の話か。試合の時間だ、スタンバイしなさい。じゃあこれ豪炎寺の夢ってこと。畜生、俺は絶対許さないぜ。豪炎寺。え、何、ちょっと待って、すげえ気になる。あ、来た。第9章、俺は一人じゃない。おっと、なんだろう。え、ちょっとさ、ストーリーメインな感じするな。試合、無限の壁とかの試合とか練習メインじゃなくてストーリーメインな感じするな、この第9章が。サッカー部の諸君、準決勝に進出おめでとう。あの、許さなか、許さないっていうのが誰なのかすげえ気になるな。君たちの活躍、いつも楽しみにさせてもらっているぞ。ありがとうございます。いやいや、40年ぶりに準決勝に進むとあって、もう準決勝か。わしも校長として非常に鼻が高いのだ。そこでわしも何か力になりたいと思ってね。さあ、入ってきた。前、また新入部員か、もしかしての。なんだなんだなんだこいつらは。フレイレブン、オンチだなお前ら。このように、今度の試合は学校を開けて君たちを応援させてもらうよ。はあ、ありがとうございます。ではな、頑張りたまえよ君たち。はあ、頑張ります。頑張ります。まあさすがにね、こんなに勝ってくるとさ、学校の注目の的になっちゃうよね。あ、来た来た。なんだい、あの、よかったらこれ食べてください。なになに、ちょっと俺にでやんすか。キャー、次の試合も頑張ってくださいね。キャー、ありがとうでやんす。あー、それにしても俺たちずいぶん有名になったっすね。お、ほんとだよ、すげえ有名になった。お前ちょっとこの有名になったからって調子に乗るんじゃないよ。女の子のさ、連絡先聞きまく、 LINE 教えてよとか言うんじゃねえぞ。一人30人までなら聞いていいぞ。じゃあ、あ、ちょっと前まで廃部の噂があったなんて嘘みたいだな。まったく、キャーキャー騒がしいわね。夏美さん、夏美夏美、本当になんか付き合ってるみたいな感じだよね、この二人今。夏美、遠藤君、今サッカー協会から連絡があったのだけど、別ブロックでの準決勝でゼウス中が一足早く決勝進出を決め、やっぱりラスボスはゼウスか。まあそうだよな、神みてえなやついるもんな。え、でも別ブロックでの準決勝ってさっき始まったばっかりじゃん。試合開始5分で相手チーム全員が大怪我により棄権したのよ。え、試合、それ試合っていうよりなんかもうバトル、いや、なんか戦争になってませんか。帝国の時と同じだわ。恐ろしいぜ。そうか、ゼウスと戦うためにも俺たちも絶対準決勝に勝たなくっちゃな。ええ、頑張ってね。夏美さんまで俺を応援して。お前じゃないだろ。はは、あ、間違ってごめん。はは、まあ、応援してくれるのは嬉しいよな。よし、今日も練習だ。早くグラウンド行こうぜ。いや、今日なんか豪炎寺の関わるストーリーだからちょっと気になるな。人脈ルート、とりあえずグラウンドにレッツだゴーでドームだバーンでいいよね。おっと、なんだ、うん、あれは、あれ誰これ。お前たちどうしてここ、どうしてって、うわー、マジでご挨拶、せっかく会いに来てやったのにそれはないんじゃないみたいな。あ、これ木戸川接種か。そうっすね。ねー、豪炎寺、次これ三兄弟じゃん。誰だこいつら。喧嘩売りそうなセリフ言ってんな。まあまあまあ、そのまんま確かに誰だこいつらの合ってんだけどさ。エンド、あれあれ、もしかしてあんたライモンサッカー部のキャプテン。うわー、マジ熱血くんって感じ。今時流行らないっしょそんなの。そうっすね。ね
なんだよお前ら。準決勝の相手がどんなものかなと思って見に来てやったけど、なんか周りにいるのも抜けてる感じのやつばっかだし、こりゃもう俺たち無方三兄弟のいる木戸川選手中の勝ちで決まったも当然みたいな。そうっすね。そうか、準決勝の相手はお前らだった。え、木戸川選手、それって確か、そうそう、去年のフットボールフロンティアの全国大会の決勝戦の当日に試合から逃げ出した卑怯者のツンツン君がいた学校。こいつらなのかな、さっき怒ってたのって。なんか違う気もする。あ、でもこいつら3兄弟が、あの3兄弟が喋ってたのかな、もうよくわかんねえ。なんかツンツン君がライモン中とかという弱小サッカー部に入ってエース気取ってるっていうからさ、ちょっと気になったみたいな。ツンツン君もあんな風に逃げ出しちゃった手前顔出しづらいっしょ。だから俺たちの方から挨拶に来てやったってわけ。おい、何も知らないくせに勝手なこと言うな。高円寺が試合に行けなかったのはな、いいんだいいんだ、俺が逃げ出したことに変わりはない。よくない、仲間のことをバカにされて黙ってられるかよ。お前たち俺と勝負だ。俺が勝ったらちゃんと高円寺に謝れ。うわぁ怒っちゃった。仕方ない、試合までまだ時間あるけどさ、ちょっと遊んでやろうかみたいな。そうっすね。ねえ、素手で行くな。使え技を。なぜ遠藤君最初何かを見るとき絶対に素手で行く。なぜ技を使わない君だけが。力量の測り方が下手くそなのかな遠藤君は。でもな、トライアングルデッドシュートがパスダイレクトダイレクトでダイレクトシュートでさ、最後のポーズ以外はかっこいいね。確かに。遠藤君、うわぁ、もうおしまいかよ、マジ弱すぎっしょ。帝国さ、こんなチームに負けちゃったわけ。ま、その帝国もゼウスとかいう聞いたことないチームにボロ負けしたって言うし、この様子じゃ今年はもう全然楽勝みたいな。ああ、なんかマジつまんねえ。こんな良い奴らに構ってる暇はないし、さっさと帰ろうぜ。トライアングル Z、あいつらいつの間にあんな技。これは一体何事なの遠藤君。おい、見たかよ、すげえシュートだったぜ。もしかして高円寺を。あのキャプテンですら止められないなんて勝てっこない。ってそうでやんす、どうせ負けるなら練習なんかしたって。せっかく全国大会の準決勝まで来たのに、この変わらなさ、変わらない良さってあるね。おいおい待てー、君たち待ちなさい。ちょっとみんな、どこに行くの、待って。遠藤、おい、しっかりしろ遠藤。保健室か、ここは。遠藤君気がついたんだね、よかった。そうだ、勝負、俺は、負けたよ遠藤君、負けたよ。え、そ、気持ちは言ってやれよ。そうよ、全くみっともない負けっぷりだったわ。あ、いいね、ここぐらい厳しく言ってくれる子の方がいいよね、逆に優しいよね。夏美さん。何、本当のことでしょ。じゃあ私はこれで、生徒会の仕事が残ってるから。え、遠藤君。そっか、ま、こういうこともあるよな。全然気にしてないって。こんなとこで寝てちゃ時間が持てないな、早速練習だ。あっ、だったったった。あ、大丈夫。あらあら、ダメよ、急に起き上がっちゃう。初めて見る白鳥先生。氷が足りないわね。木野さん、悪いけれど一緒に取りに行ってくれる。はい。これ絶対抜け出しちゃうんじゃない。じゃあちょっと行ってくるね。今はゆっくり眠ってね遠藤君。
シュッてやってさ今はゆっくり眠ってね遠藤くんシュッてやってさ、なんか手刀を首の後ろにやって眠らせたらかっこいいな。あんな負け方をしてじっとしているなんてできない。稲光で特訓しよう。特訓して木戸川のシュートを受け止められるようにならなくちゃ。あーそっか、まあ真面目だな、熱い男だな。さて来たけど、あ、ごめんね、いないんだよ。影武者置いとけばよかったね。遠藤くんお待たせ、氷持ってきたよ。遠藤くん、すごい。ドラマでありアニメであり漫画でありゲームでありそうな展開だな。お、ゴエンジくん、大変、遠藤くんがいなくなっちゃった。まだ寝てなくちゃダメなのに。ねえ一緒に探しに行こうよ。悪いけど俺は他にやることがある。待って、あの木戸川の人たちのシュートに勝つために一人で練習するの。みんなが今まで一つになれたのは遠藤くんのおかげじゃない。それなのにみんな勝手だよ。木野ちゃん、まあ、言いたいことはすごいわかるんだけどさ、高円寺もなんかいろいろ考えがあるんだもんな。そして遠藤守のところに戻ってくるのか。あら、さあもう一回シュートだ。俺にシュート打ってくれ。しかし遠藤さん、その体じゃあいつらのシュートはこんなもんじゃなかった、まあ、さりげなくこいつらをディスってる。頼む、遠慮しないでもっと強く打ってくれ。何をさ、トレーニングの邪魔だ。木戸さん、木戸、頼む、俺にシュートを打ってくれ。木戸側の奴らよりももっと強いシュート。断る。なんでだよ木戸。冷静さを失っている今の貴様では相手にならん。まずは頭を冷やすことだな。あと傷口も冷やしておけ。優しい。チクショ、チクショ、なんでだよ、チクショ。うわー、もうおしまいかよ。マジ弱すぎっしょ。俺は負けたのか、あんなにあっさり。これじゃキャプテン失格だな。こんな時あの場所に行ってみよう。鉄塔か、鉄塔だなきっと。落ち着こうみたいな感じだよな多分。お、勝手に行くのかな。お、鉄塔に行くか。いないねきっと。一人でゆっくり落ち着くか。綺麗だな、あの日、帝国との試合が決まった日に眺めた空みたいな。懐かしい。なんかさ、パート1、2、パート3ぐらいだっけ、2か3ぐらいで帝国とやったんだよね一回。すげえ懐かしいな。もう20パートぐらい前なんだもんね、あれ。こんな弱い奴らに構ってる暇はないし、さっさと帰ろうぜ。全国大会で優勝するか。一瞬今嫌な思い出が出たね。一瞬、あいつら性格悪そうだろ、三兄弟。じいちゃん、俺には無理なのかな。あら、珍しいところで会うものね、夏美か。一番ヒロイン的ポジションなのかな。夏美、どうしてここに。別に、あ、沢地レリカ、ここは私にとってもお気に入りの場所なのよ。そっか、そうだったよな。ああ、初めて見る。ああ、綺麗じゃん。初めて見るね、この形。情けない。ちょっと負けたくらいで何を落ち込んでいるのかしら。え、今の自分たちはもう十分に強い。どんな奴とも戦える、そんな風に思っていたの。思い上がりもいいところで。今までだって何度も負けてきたじゃない。それでもあなたはその度立ち上がってきた。帝国学園との試合の時、決して諦めなかったあなたの姿、それに心を動かされて高円寺君や木戸君がライモンサッカー部に集まったの。それに私だって、お前だって。とにかくあなたがそんなことでどうするの。こんなところで一人で悩んでるなんて時間の無駄よ。困ったことがあったらチームのみんなに相談すればいいじゃない。グラウンドの隅っこで練習していた時とは違う。あなたはもう一人じゃないでしょ。一人じゃない。
用事はそれだけよ。全く面倒をかけないでほしいわ。いい女だな、夏美。夏美、何よ、いきなり大声を出さないでちょうだい。ありがとな。惚れてやがるぜ、あいつ俺に。夏美俺に惚れてやがるぜ。告白したらもう 100% 成功するだろうな、遠藤守。だからダメだぞ。試合が、この決勝が終わってからにしろ。準決勝多分。まあ、頑張って。いや、準決勝終わって、決勝終わってからじゃなきゃダメ。準決勝終わってからじゃダメ。決勝終わってからにしろよ。まあ、負けたらお前絶対ダメだからな、告白しちゃ。そうだよな。まだ終わったわけじゃない。たとえ今日は負けたって次に勝てるように頑張ればいいんだ。よし、こうしてやられない。早く学校に戻って練習しなくちゃな。行こっか、学校に。さてと、おっと、まだ続いてるね。あ、やべ、そうだ、逃げてたんだ。やばい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 。走れ、遠藤君走れよ。夏美さんか。バレるか。あ、バレない。なんとなくバレそうな感じするけどな、あの隠れ方だと。木野ちゃんも遠藤君のこと実は好きなのかな。夏美さん、あれ昨日こんなところでどうしたんだ。あ、遠藤くん。その遠藤くん急にいなくなっちゃったから、もしかしてここかな。そっか、あれ心配かけたよな。もう大丈夫だぜ。うん、遠藤くんが元気ならいいの。そうだ、監督がね、木戸川との試合のために特訓を用意してくれるって。本当か、やったー。遠藤くんもうだ、これさ、シュートを覚えるとかじゃなさそうだよね。多分稲妻ブレイクが一番強そうな技だよな。あ、いつまでも一人で悩んじゃダメだって。夏美にも怒られちゃったしな。そう、あー、木野ちゃん、木野ちゃんもさ、いい子だもんな。もう二人ともでいいよ。もう二人ともどうしたんだ。早く行こうぜ、木野。遠藤くんのバカ、悪口言ってんじゃねえよ。バカはバカでもな、なんでもない。ただいまー、モスレピー。ボス、聞いたぞ。全部派手にやられたそうじゃないか。はい、でももう大丈夫です。心配かけてすみません。モータちゃん、単純なやつだ。軌道もさっき悪かったな。ボス、わしたちのお見で軌道側との試合のために特訓を用意した。準備ができたらサッカークラブでは待っているぞ。はーい、了解です。そういえばまだ風丸くんが来てないね。亀山くんと栗松くんも。そうだよな、風丸さんならさっき新聞部で見ましたよ。何の用事だったのかは分かりませんけど、みんなそれぞれなんかさ、逃げてるわけじゃない気もするけどな。木戸川に勝つには俺一人で特訓してパワーアップしてもダメだ。あいつらも一緒じゃないと。そうだね、3人を呼んでから行くって私から監督に話しておくよ。ああ、頼むよ。よし、まずは風丸呼びに新聞部行ってみるか。あれ、なんか珍しい展開だね、これ。なんか珍しいな、どういうことなんだ。まあ、とりあえず行こう。新聞部、遠いな。あ、これどこだ。いるのか、風丸。は、あ、ここ違う、上か、新聞部。風丸、風、あ、いたでもその前に、風丸の前に、ビーランとウイングのバトルが何だそれ。行こう。おお、エンド、まさか俺たちが逃げたなんて思っちゃいなかったろうな。あー、やっぱりそうだ、風丸。よかった、俺は信じてたぞ、風丸。なんてな、ちょっと弱気になったら見てくるぜ。あんなすごいシュートを目の前で見せられちゃな、風丸。でもよ、高円寺のやつに怒られちまったんだ。高円寺に？お、あ、あの後か。どうせ無理でやんすよ、もう帰るでやんす。簡単に諦めるのか。高円寺、俺は諦めないぜ。あの熱血キャプテンは必ず立ち上がる。お前たちもそう信じていると思っていたんだ。かっけえ、かっけえな、かっこいいな。そんなことが
確かに木戸川は手強い相手だ。だから俺たちもいろいろ調べることにしたんだ。そうだったのか。ありがとう、カズマ。俺はもう少し調べてからグラウンド行くよ。そういえばクリマンとは図書室で何か調べ物をすると言ってるから、あいつらも力になりたくて頑張っているんだ。呼びに行ってやってくれよ。あ、ありがとう、カズマ。よし、クリマンとビント室行ってみるか。いいやつだな、カズマ。カズマ、カズマ。こう、いた。はい。いつも本なんて読まないから頭が痛いでやんす。あー、キャプテン、もう大丈夫でやんすか。あ、心配かけたな。俺この図書室にまだ秘伝書が残ってないか探してたでやんすが、なかなか見つからないでやんす。どっかいないでやんすかね。あの憎たらしい残業だよ、ギャフンって言わせる技の秘伝書が。そうだったのか。ありがとな、クリマツ。でもさ、秘伝書にばっかり頼るのはもうやめたんだ。どうしてでやんす。もちろん秘伝書があれば嬉しいぜ。でも俺にはお前たち仲間がいる。それはどんな秘伝書よりも力になるんだ。だから一緒に特訓して木戸川を倒そうぜ。キャプテン、このクリマツ感動でやんす。クリマツとは言ってもやっぱり秘伝書があるのに越したことはないでやんすよね。そうだけど、まあそうですけど、はい、すいません、クリマツさん。クリマツ、俺もちょっと探してから特訓に行くでやんす。そういえば壁山は数遠いな。遠いな、急に離れるな。あいつも呼んでやってほしいんだやつよ。ああ、わかった。壁山の呼びに河川敷に行こう。オッケー、行っちゃおっか。じゃあ一気に飛びますせ。おー、びっくりした、急に来た。お、一気に来たな。兄ちゃん、頑張れ頑張れ。はぁ、あ、はぁ、あ、やれ頑張れっす。壁山、あ、兄ちゃんの手下のサッカー部員だ。キャプテン、じゃあ、かった、遠藤、もう寝てていいっすか。ああ、心配かけたな。ずっと一人で特訓してたのか。一人じゃないや、僕もいるや。あのトライアングル Z 止めるのが大変そうっすから、キーパーにボールが行く前にディフェンダーが止めればいいっす。いいやつだな。そう考えて特訓してたっすが、なかなかうまくいかないっす。亀山、ありがとう。でも特訓するなら一緒にやろうぜ。木戸川との試合のために監督たち OB が特訓してくれるらしいんだ。そうっすか、それなら心強いっす。その前に特訓でお腹が減ったからご飯食べてから行くっすね。おー、待ってるぞ。これでとりあえずみんなに話しかけて。よし、これで全員だ。グラウンド行ってみよう。お、いいね、じゃあ行きましょい。頑張って行きましょいっていうドラマあったよね。よし、来たね。ようやく揃ったようだな、お前たち。これから始める特訓は、個を鍛える特訓だ。個を鍛える？そう。より強いチームになるためには、チームの一人一人が自分の技にさらに磨きをかける必要があるのさ。つまり、壁山くん、君にはディフェンダーのこのわし。みっちり特訓するってことさ。むさ苦しいっす。それぞれが練習するのかポジションの担当の人に合わせて。そしてもう、お前はキーパーを極めるところだ。キーパー極める。そう、お前はすでに最強のキーパー技、魔神ザハンドを覚えた。さらに磨きをかけるには最強のシュート技を受け止めるしかない。最強のシュート技、それってまさか。そう、遠藤監督は最強のシュート技、稲妻ブレイク。今から俺たちがお前にぶち込んでやる。止めてみな。え、OB たちが稲妻ブレイクを。ルーララ。坊主たちに使える技を俺たちが覚えられないとでも思ったのかい。さあ開けてみろ。これが伝説と呼ばれたわしだからつ、稲妻ブレイクだ。いいけど、やっぱり最初のあの腕組んでるところは木戸さんのイメージがもう完全に俺についちゃってる。やっぱ木戸さんのあの少しニヤってしてる感じで打ってるの好きだったな。この稲妻ブレイクを受け止めることができれば、木戸側のシュートだって。まだ怪我が痛むのか。遠藤くん、畜生、
今になって軌道側に受けた傷が。ダメだ、あれじゃ受け止めきれない。遠藤くん避けて。いやだ、絶対に受け止める。やばいです、キャプテンがやられちまう。キャプテン、今助けるっす。あ、二人技かもしかして。すげえ。あー、なんかすごい普通に受け止めるように見えてんだけど、この二人の三人じゃん。グリードアイランド編の三人じゃん。ゴン、キールはひそかのドッジボールの時の三人じゃん。受け止めた、やった、受け止めたぞ。やったでやすね、キャプテン。三人で力を合わせたおかげっす。よくやったな、あそこで必殺技を目指すとは大したものだ。でも必殺技っぽい感じではなかったけどね。三人でのディフェンス、トリプルディフェンスってところだな。トリプルディフェンス、そうだ、これはじいちゃんが残した必殺技じゃない、俺たちが編み出した新しい必殺技だ。キャプテン、忘れないうちにノートに残しておくといいっすよ。あ、そうだな、このノート、名付けてライモンのスゴ技特訓ノートだ。センスのなさ、おじいさんに似たでやんすね。すごいな今の技、俺にもやらせてくれよ。あ、今の技について取材させてください。よかった、遠藤くん元気になったみたい。そうね、全く世話の焼ける人だわ。いいじゃん、これ使えんのかな。なんディフェンダー技なんだよね多分。ねえ夏美さん、あの時鉄塔で一体何を話してたの。やばい、女同士の話が見ていたの。あなた、うん、なんでもないの。ごめんなさい。よーし、みんなで特訓だ。絶対に軌道側に勝つぞ。ああ、おー、いいじゃん、進んだね。そして女の子が気になってるね。よかったね、遠藤くん、もう一人じゃないんだね。本当によかった。いやでも、きのちゃんね、ずっと最初から一緒にいてくれて優しい子だったからな。最初のパート1ぐらい、パート1かパート2ぐらい音声あったからな、ボイスの。それなのに私でどうして寂しいなんて感じているんだろう。いや、いい、わかるよ、よくいるって。なんか人気になればなるほど遠くなったなみたいなこと言う人と一緒だよ。わかるわかる、その気持ちになってんだよ今。大丈夫、一歩切り替えてみろ。そしたらまた大人になるぞ、遠藤くん。まあ遠藤くんが好きっていうのもあるんだろうな。さて、よっしゃ、あ、もう早い。明日はついに木戸川との準決勝だ。今日も練習頑張ろうぜ。おお、高円寺も行くよな練習。ああ、待って遠藤くん、あのね、練習が終わったら部室に寄ってくれる？明日の準備手伝ってほしいの。あ、分かったよ、よろしくね。それじゃ練習頑張ってね。さて、ちょっとレベルアップとかもしたいけど、今日結構長くやったんで、前回短かったしね。次回、木戸川選手との試合に入るのかな。まあちょっとやっていこうかなと思います。じゃあ、グッバイ。